階段に設置されている手すり手すりとは、橋や階段、屋上やベランダ、壁面、窓、廊下等に取り付けて、人の落下を防いだり、行動の補助に使用される、柵状、または、大木状のもの。多くは建築物の一部として見られるが、ベッドなどの家具、電車や船舶などに取り付けたものも言う。ただし、椅子などの肘掛けなどは、普通手すりとは言わない。欄干。 ラン・おばしまともいい、一般には、手すりと漢字かな混じりで表記されることが多い。競技には、柵上の欄干などの上に渡した手で掴む横木を、さすが、柵上のものも含めて、構造全体を言う場合もあり、木材、竹、金属、石材その他の材料で作られる。手すりには、設置方向により、水平方向の水平手すり、斜め方向の斜め手すり、 縦方向の縦手すりがある。また、使用目的によって、補助手すりと墜落防止手すり柵安全手すりとに分けられ、前者はトイレや風呂場などで手で掴んで行動の補助とするもの、後者は屋上やバルコニー、エスカレーターなどからの落下を防止するために、膝から胸の高さ程度に作られる、柵状のものである。階段に沿って作られるものでは、 補助手すりと墜落防止手すり策の両方を兼ねる。安全手すりは、バスや、電車の急停止の際に転倒防止のために、設置されている。材質としては、木製、鉄製、アルミ製、ステンレス製、ポリプロピレン製、塩ビ製などが用いられている。近年では、縦方向水平方向の手すりを一体にした、格子状手すり、照明機能や呼び出し機能、 滑り止めの素材や展示プレートを付加したものもある。建築分野では、水平手すりは歩行の補助、斜め手すりは階段の昇降、縦手すりは便座からの立ち上がりなど、体重の上下移動の補助に用いられる。日本の建築基準法では、階段とその踊り場や、2階以上のバルコニーや、屋上などに、法仕工例、第126条で、 第一項に高さ1.1メートル以上の手すりを設置することが義務付けられている。手すりは車内で立った姿勢を維持したり、座席から立ったり座ったり、車内を歩くのを補助するために設置される。特に座席前などに設置される縦手すりは、スタンションポールという、ありがとうございます。